どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、先日 ANA ホールディングスのね、社長の方が、朝日新聞のねインタビューに応じて、不採算路線をね、順次削減するっていうね、報道が出ました。本日はね、この不採算路線ね、削減についての、個人的見解っていうのをね、話していきたいなと思います。まあ、あくまでね、まあ、個人的見解ですので、まあ、実際どうなるかね、まあ、全然わかりませんけども、この報道が出てね、ちょっとびっくりしたので話していきたいなと思います。で、ざっくりしたねインタビューの内容なんですけども、まあ、現在のね需要激減している国際線を中心の不採算路線っていうのをね削減するっていうことを発表しておりました。まあ、具体的なね不採算路線を詰めてね新しい事業計画を7月の末に発表するということで、またね金融機関から9500億円のね資金調達のめどがついているという内容もね、話しておりました。ということで、まあ、7月のね、末に、この不採算路線はね、まあ、削減されていくっていうことになったわけなんですよね。では実際にね、まあ、どのあたりのね、路線が、削減されていくかっていう話とですね、まあ、私のようにね ANA マイルをね貯めている方からすると、まあ、どういうね、まあ、ダメージがあるかっていう感じなんですけども、まあ、削減されるっていうことはね、まあ、減便とか、まあ、機材のサイズダウンとかね、あると思いますし、まあ、運休っていうのはね、まあ、ちょっと考えづらいですけども、まあ、ゼロではないかなっていう感じも、まあ、するわけなんですよね。で、現在ね、まあ、運行されている、まあ、機材がファーストクラスとかはね、まあ、ある機材だったり、まあ、ない機材とかねありますよね。まあ、そういうのがね変更になる可能性も、十分あると思いますし、座席数がね多い機材から、まあ、少ない機材にね、まあ、変更になるっていう可能性もありますよね。まあ、この点についてはね、やはり私のようにマイルを貯めている方からすると、ファーストクラスね、まあ、乗りたくて ANA マイルを貯めている方だったり、フルフラットのビジネスクラスのね座席に乗りたくて ANA マイルをね貯めている方もいらっしゃると思いますんで、まあ、これがね、まあ、機材変更とかで飛行機がね小さくなったりすると、まあ、ファーストクラスなくなったりとか、フルフラットのビジネスクラスじゃなくなってねするっていうこともね、まあ、考えられるっていう感じになりますよね。またね、減便とかね、曜日運行になってしまったらですね、今まで計画してたね日数、まあ、7日だったりすると、まあ、それが5日になっちゃったりとかね、まあ、8日になっちゃったりね、まあ、そういう変更がね出てくる可能性もありますよね。実際にこの、便がね削減されるとしたら、どこがされるかっていうことなんですけども、まあ、間違いなくね削減されない路線もね、あると思うんですよね。人気路線ですよね。まあ、ハワイとかニューヨークとか、まあ、特典航空券が、まあ、基本的に取りづらいね競争率の高い路線ってありますよね。まあ、そちらに関してはね、まあ、個人的見解ですけども、路線っていうのはね、まあ、減ることはないと思うんですけども、まあ、ハワイとかはね、7月の末まで運休決定しておりますので、減便とかはね、まあ、ないと思いますけどもね、まあ、これは本当に相手国のね、状況によってもまあ変わってくると思うんで、もしかしたらね、私の大好きなニューヨークとかはね、未だに新規感染者ね、1000人以上出てるっていう話も出ておりますんで、ってなったら、まあ、行く人はほとんどいないでしょうし、まあ、ビジネスでもね、そんなリスクを冒してまで、まあ、行くっていうのもね、かなりね、限られた人たちになると思いますんで、相手国の状況によってね、まあ、変わってくるかなと思う部分もあるんですけどね、もしね、削減されるとしたらですね、予想しているのはですね、新規、就航路線ですね、今年ね、新規就航する予定だったね、イスタンブールとか、ストックホルムとかね、ミラノとかありますけども、まあ、もともとあった路線ではなくてですね、新規就航する予定だった路線はですね、まあ、現時点で、まあ、どの程度ね収入が見込めるか判断難しいですよねっていう点もありますので、まあ、もしかしたらね便減らすとかね、まあ、そういう対応が取られていく可能性は高いんじゃないかなって思います。まあ、もちろんね可能性の未来でね変わらないっていう可能性もありますけども、個人的にはここはねちょっと、あるのではないのかなと思っております。
その中でもですね、あのミラノは、新規就航路線で入ってるんですけども、スタイランス系のね、あの航空会社が集まっている空港じゃないんですよね、ミラノっていうのは、っていう点でね、乗り換え需要がね、まあ、取れない点もありますんで、まあ、ちょっとね、もしかしたらミラノとかね落ちてしまうかもしれないですね。次に予想されるのはですね、成田空港の路線ですね。まあ、2020年ね3月末からね、羽田空港でね新しいターミナルができて、成田空港からね、羽田に移行している路線もすごいたくさんあるんですけども、移行してきてない路線ですね、路線としてはメキシコとか、サンノゼ、パース、ヤンゴン、プノンペンとかね、まあ、そこら辺の路線ですね。特にね、昨年何度か行われていた、半額マイルキャンペーンっていうのね、私も動画で出しておりますけども、今言ったねヤンゴンとかプノンペンとかね、入ってるんですよね。っていうのも、この半額マイルキャンペーンが行われているような路線っていうのは、まあもともとね、あの乗車率はそこまで高くないって、まあ個人的には思うわけなんですよね。キャンペーンを出すと一気に座席って埋まりますんで、やっぱりね、もともと予約がね、薄いところにこういうキャンペーンね、入れてくるのがね、普通だと思いますんで、まあもちろん人気路線もね、入ってる時もあるんですけども、まあ基本的にはですね、そういうこともね、あると思いますんで、ここら辺もね、危ないんじゃないかなと思います。次にね、近隣に大きな空港がある都市っていうのはね、対象になるかもしれないっていうのね、個人的見解なんですけども、サンノゼ、ヤンゴン、プノンペン、ブリュッセルとかね、ルッセンドルフ、ウィーンとか、そこら辺ですね、ミラノ、ストックホルムとかもそうなんですけども、まあ、ここら辺はね、簡単に言うと、直行便がなくてもですね、周辺の空港からね、まあ、行くことができなくもない場所なんですよね。うん、ですんで、まあ、そういう点から見ると、まあ、ここもね、ちょっと危ないんじゃないかなと思ってるんですよね。で、私がね、昨年ダイヤモンド仕様で海外路線でね、あの乗った路線なんですけども、すごいガラガラだった路線がね一つあるんですけども、ジャカルタ羽田路線なんですよね。行きはねそんなでもなかったんですけども、帰りですね、羽田着だったんですけども、まああのラウンジとかねすごい混んでいて、あ結構乗るんだなっていうふうに思ってたんですけども、乗ってみたらですね、本当にスーパーガラガラだったんですよね。うん、まあ、どのぐらいガラガラかっていうと、まあ、その時ね、私、エコノミークラスをね、搭乗させていただいたんですけども、本当に、エコノミークラスで、私、窓が、離発着のね、動画を撮りますんで、基本的に窓側を撮るんですけども、3人席で端っこだったわけですよね。だから、ま、隣と隣はま、来る可能性が高いですし、通路に出づらい、あの、座席なんですけども、そこを撮って、ま、搭乗したわけなんですけども、チェックインの時にね、今隣と隣空いていますみたいな話をいただいてまして、隣の隣は多分埋まるだろうなっていうふうに思ってたんですけども、いざね搭乗してみると本当にガラス機で、結局3列でね窓側を私座って隣空だったんですよね。いやいや、こんなことあるんだなと思ってね、搭乗して、まあ動画とか撮ってるんであんまり周り見なかったんですけども、ちょっとあまりにも空いてるからちょっと周り見てみたらですね、本当にガラガラで、離陸してね、シートベルト着用のサインが切れた瞬間に、もうみんな移動しまくりだったんですよね。うん。っていうのもありますんで、このジャカルタ路線っていうのもね、もしかしたら個人的には危ないのかななんてね、あの実際に見てね、こんなにガラガラな飛行機ってあるんだなって思うぐらいね、空席目立ってたんで、もしかしたらジャカルタ路線っていうのも、もしかしたら減便対象ね、なってくるんじゃないのかなって、思うわけなんですよね。まあこればっかりはね、まあタイミングがあるのかもしれないんですけども、もう羽田行きでね、ここまでガラガラだとね、ちょっと危ない気もね、してくるかなっていう感じなんですよね。いかがだったでしょうか。今回は ANA がね、7月の末にね、国際線の便をね、削減するっていうのをね、発表しましたので、ちょっと動画にさせていただきましたけども、ビッグマイラーの方からすると、まあ今回この発表と、まあどういうダメージがあるかっていうと、まあ人気路線をね、すごい利用するためにね、ANA マイル貯めてる方はね、まあある程度大丈夫かなと思うんですけども、まあ特にね、あのマイナーの路線をね、メインで、このね、リクマイラーされている、リクマイラーで ANA マイルね、貯めている方は大打撃になるかもしれないんでね、7月の末にね、
出るこの公式のね正式発表をねちょっと待ってからまたね動画にしていきたいと思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立ったって方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルではですねこういった ANA マイル、JAL マイル、マリオットボンボイホテル、クレジットカードお得情報なんかをね発信しておりますんで、もしよかったらですねチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。